皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もザ・ラストオブアスパート2遊んでいきましょう。さあ前回についてレボを救うためセラファイトの島を攻略中です。で前回ね、この製材所、このステージを突破して、今回こっちの奥ですね、さらに島の奥で、ついでにウルフも攻め込んできてる。もうひっちゃかめっちゃかな状況。物資ないかな。行こうか、こっち。あ、でもこれは帰ってこれないかな、下ったら。で、今度登っていく。ここら辺はないかな。レブのお母さんな、どんな人なんだろう。割とガチな毒親というか、宗教決まってる方っぽいけど。嘘でしょ。お守りください。やら、行かないと。あれね、ウルフのボート。あの数ででも行けんのかな。よし、再び打たせよ。つむじをこうダバーってやって、よし、つむじウルフ何人ぐらいかな、あれ多分50人前後。まずい。ここは俺たちの縄張り。こっちか、伏せる。あのお方の愛、どう？さあやり過ごして、こっち。次はどこ？この先の小屋を突っ切る。やら、さっきの製材所、子供はどこに行ったの？避難所がたくさんある。そこも危なければ島から連れ出すの。そう、こうなるって分かってたから。そうね、やっぱり子供を殺すってのは良くないわ。罪はない。で、何？あれがその小屋なの？ちょっと待ってね。こっち。こうの、登っていける。そう。Okay. よし、アルコールと、部品があって。じゃあ、多分近くに作業台あるかな？どうかな？これは違う。待ってね。弾薬。よし。読む。ベンジャミン、万事問題なし。ジャレント、狩猟隊がウルフの土地に向かった。他に報告すべきことはなし。セリア、万事問題なし。あのお方がお守りくださる。で、次、トーマス。オールドタウンの建物解体作業が行われているため、大量の埃と騒音が立っているが、沿岸部でウルフが活動している様子はない。他に報告すべきことはなし。あのお方の導きを。で、後半。まず、メアリー。海峡にウルフのボートは一隻確認したが、警告するほどではない。長老たちに伝えるため、マックスより青年を送った。あのお方の導きを。で、次にピーター。万事問題なし。セラファイトのシンボル。次にベンジャミン。狩猟隊が帰還したようだ。農夫たちが森で農薬を始めた。水平線上に雨雲を死に、どうかお守りください。で、次、万事問題なし。セラファイトのシンボル。セリア、小雨が降っているが、視界は依然良好。漁船が早く戻ってきた。他に報告すべきことはなし。で、一番最後、トーマス。今夜雨も激しく視界が悪い。で、これに車線。ウルフだ。東の海岸に船団が接近中、警報を鳴らす。どうかお守りください。連中の連絡ノートね。と、警告のホルン。でもそうだね、なんか、変な宗教の方とね、やっぱりね、なんか、親しくなれない感はすごいな。謎の心情でこうガチガチに固まってるみたいな思考が。それありきっていう。さあ、ここ。これはどうかな。右に小屋、左にも小屋。そっちを抜けるのかな？待って、何？いや、これ礼拝所か。
ね、おみくじっぽく。これ燃えたら危なくない？聖母像。この人ね、そう、ちょっとね、話してみたかったけど、もう死んじゃってるんだよな。それも結構うまいところ。いないんでね。なんか、チンプになんないというかさ。預言者様、私の言葉をお聞きください。モイラは夫のヘンリーと仲間の巡回隊員たちがウルフに虐殺されるまで強くて優れた戦士でした。ですが今では夜中に目を覚まし叫び声を上げ、小さな物音にすら怯えています。ヘンリーの代わりにモイラの世話をすることで彼の殉教を称えていますが、十分ではありません。どうかモイラに魂を取り戻せるだけの力をお与えください。精神的に病んじゃったんだね多分。無事を祈ってるし、またそう、この人ね、どんな女性だったのかと。ここで、あ、これ見たね、さっき。そう、エリーもね、あれいくつだったっけ、パート27だか8だかで、あの劇場に帰ってくるときもう手が震えちゃっててね、まあ、多分 PTSD とか精神的な限界かな、あれは。1次大戦とか2次大戦の頃もね、シェルショックっていう症状があったんですよ。その兵士がね、もう限界の状況にずっとさらされて、でこう砲撃とか銃声ばっかりずっと聞いてて、精神がダメになっちゃって、まともに歩けなくなったりとかね、もうずっと震えてたりとかっていう症状、シェルショック。これはリンゴね、リンゴダル。そっちはいけないのかな、となるとここですね。あれは無理なんだ。じゃあ、よし。さあ物資と、さらにドキュメント。我々は不完全な生き物であり、故にあの方の見舞いにおいても不完全である。教えにもそう記述されており、長老たちもそう語っている。だが儀式からもう2週間も経つというのに、頬の傷は今も痛むし痒みも引かない。エヴァは自分の傷も同じだったと言っていたが、長老たちの前で弱さを見せるなとも警告された。夜に驚くべきことが起きた。エヴァがこっそり抜け出して川波市場で掃除中の俺に会いに来た。彼女の正体が明日ウルフの領土に向かうらしい。エヴァは怯えていた。俺たちはしばらくの間座って炎を見つめていた。制約を受けたのかと聞かれたが、答える前にエヴァが俺の方に口づけをし、森の中に走り去っていった。あの瞬間、自分がどこにいるのか忘れ、全ての苦悩が吹き飛んだ。エヴァの正体はまだ戻ってきていない。気持ちを鎮めるためにヘイブンの共同晩餐に参加したが、安らぎを見出すことはできなかった。ダンカン長老の説教を除けばいつもは静かなものだが、それすらも今夜はいつもと違う感じがした。悪魔を浄化し世界に再び均衡をもたらすため、預言者様が我らをお導きくださるが、我らが生きている間に実現されるとは限らない。これは永久に続く戦いなのだと長老は言った。ひどく考えさせられる夜だ。これでどうなったんだろう。離反したのかな、エヴァ。疑問持っちゃったんだね、教えに。まあ、そうなるわな。賢い人間ほどそうなる。よし。で、ここで作業台ね。と、めっちゃいっぱい弾薬あんだ。なぜ？こんなに。じゃあ、ここで、クラフトしよう。宗教はそうだね。まあ、身近な人間にもいたけど、決してこう悪く言うつもりはないけどね。なんかこういいことが起これば神様のおかげっていう風に言って、悪いことがあったら神様の試練与えてくださったっていう風に考えるから、まあ強みではあるのかな、見方によっては。あとはそうだね、やっぱり宗派とかかな。例えばキリスト教一つとってもいろんな宗派あるし、大きく分けてカトリック、プロテスタントで、さらにそこからいろんな派生系とかね、またね、なんかね、微妙に全部違うんですよ。教えとか何を崇拝するとか。4倍スコープ、狩猟ピストル、安定性かな。
よし。さあカスタムしていこうか。この奥、私たちの村は農地の向こう側にある。よし。農地の向こう側、じゃあその何、農地がバトルフィールド。ここもね、そう、うまいんだよね。みんながこうさ、ジャンプするから、こうなってんの。ぐじゅっと。こうなるよねっていう。どこ行くの？あの高い塔。どこ？あれか。なんだよ、あれ。ドラゴンボールで見たぞ。かりんとうじゃない？あれはそうだね、前時代の建物かな。しかし、なんでこんな島に、あのタワーが。これね、敵これどこいんだろう。キャベツ、キャベツ畑。前にあれ何のドラマだったっけな、なんか、屋上かなんかでね、キャベツを栽培してるシーンがあってね、買ってきたキャベツそのまんま並べてたんだよな。どんどんつって。キャベツのなり方を知らないというか、スタッフが。あれ笑ったな。なんだあれつって。ああ、これ、松明でわかるんだ。これもうまいね。設計として、ほら。で、そこに一匹。なるほど。と、トマト。食べていきたいけど。あとはこれ。トウモロコシかな。まずそうだね。ゆっくり裏取りして、そこね、二人いるのかな、もしかして。本当か、そのウルフの人数。10人もいやがった。なんでこんなことになった。さえどうでもいい。備えるだけだ。まずい。ああ、これ、こっからバレんのか。じゃあ、ちょっと待ってな。この、草むら。で、まず、克服してからの、やっぱ弓かな。よし。で、バレてない。移動したのか、一人。つまり、ピン。よし。レンガある。ここね、ちょっとリスキーですね。物資あんだけど、あ、リサイクルできねえわ。くっそ、終わってんな。と弾薬、弾薬これなんかめっちゃ出んな。なんないこれ、怖いんだけど。と回復、おーし。じゃあこれで移動しよう。あとね、そうだね、まあぼっちから殺していくってのは鉄則だよね。鉄則というかセオリーというかベターというか。なのでよし、敵が来たぞ。ベンが行った。多分あそこからだ。よし。で、移動する。あ、あれはね、でっかい子だな。育った子だ。一体を調べるって誰かいる。うお、いっぱい来た。これな、爆弾でぶっ飛ばすってのも全然いいと思うんだけど。ちょっと待ってね。スマートに行こう。まずい。まずこっち。そこにいるな。よし。あと左にいる。あー、このでっかい子ね。これ、後ろから寄ってって、まあ、ナイフで殺せんじゃない？それか。逃亡者がいたぞ。ここに見えにくい。まずい。これは回避。はい、からの。こうじゃ。よし。で、あそこにレンがあった。これ欲しい。何が何でも欲しい、これは。よし。さあ、あとはまあ適当に
サイレンス外そうかな。逃げられた。いやー、そこで諦めんの？行ってないはずだ。よし。さあ、12発の距離。あれはマックス16発かな。ナイス。終わりかな。どう？と、ツルハシ。どうかな？終わったのかな？と、シャッカン。よし。あ、奥いるわ、多分これ。カマ。カマかな、どっちかっていうと。で、弓矢は回収ができない。あっちのね、奥の方だと思います、多分。私は。今、弓矢残り3発そうなんだよね。もうちょい欲しいんだけど、死体から回収できないか。もう、ここら辺の連中からは回収できないかな。ちょい待ってね。爆走して。回収し忘れないね。まあ、どっかあるでしょ。きっと。あ、そうそうそう。こいつね。これは人じゃない。いるとしたらやっぱそっちかな。このど真ん中怖いな、これ。ここもない。どう？どこにいる？姉ちゃん。そっちの奥の方。最低2人。応答してるもんね。いや、でもね、これうまいわ、本当に設計が。なんとなく人数わかるし。でもそれでいて世界観に乗っ取ってるし。あの口笛ね。ここはそうだね。サイレンサーかな。これで。そこに1人。あとね、ここに1匹いる。あとね、3人目いたわ。そこに1人いる。あとね、4人目かな。そこにいるわ。まずい。ここはね、どう攻めようかな。この距離ね、これバレるんだよな、そう。なので、できれば、ちょっともうちょっと距離を詰めながら殺していきたいところ。レンガあるっしょ。よし。こいつやってしまいたいんだけどね、これ当たるかな？ちょっと待ってね、これは、きついわ。敵どこ行った？あっちの左奥、よし。あいつがぼっち。なので、こいつをまず、やり行こう。ほんなら、ま、閉めてしまってもバレないかな。多分。あ、でも近いね。戻ってきたな。まずい。すげえこっちに来てるんですけど。あ、バレた。もう、こっちに一直線来たもん、今の。さあ、ここは、サイレンサーこれ外して。どっから来るかな。ショットガン5発。結構あんだよね。撃ってしまっても全然悪くはない。何？びっくりした、びっくりした。水か。びっくりした。いや、でもね、意外とこいつら来ねえぞ。残り3人。じゃあ、サイレンサーかな。これね、距離感がちょっとつかみにくいね。この近辺いたんだよな、さっき。そう、そこに1匹いるっしょ。で、右もなんかね、この近くに、すごい近くにいたはずなんだよな。どこだ？この、これの裏かな、もしかして。ここね、見えにくいわ。まず正面のそこに1匹いる、そう。あれをやってしまいたいところ。止まれ。よし。で、この近辺の姉ちゃんどこ行った？
結構遠く行ったのかな。まずい。あ、ここさらにまずい。いった、よし。左に、あ、いる。まずい、見られてる。ただ、よし、バレてない。鈍感3目。じゃあこいつはステルスでいけるかな。今レンがない。こういうとこね、そう、ちょっと怖いんだよな。あと高低差ね、そう、そう、これがね、高低差はね、吸い込んでいけないんですよ。どうかな、多分いて残り 1,2 匹だと思う。さっきあっち行ったもんね、あれ探索して。ああ、そっちだわ、そっちの集落ね。よし、じゃあここはもう大丈夫と思う。敵が来ても殺せるっしょという舐めた考え。よし、さあ弓矢ゲット。あとは回復、これはじゃあ1回使おうかな。ほぼ意味ないんだけど、ほぼほぼフルだし、まず1個使ってこれ取ってで、サプレッサーにする。他は物資しないね。よし、さあこの奥、まずそこに1人。残り何人かな。こっから先でなんかね、5、6人ワッといるってことはないわな、多分。でもね、やっぱちょっと狭いんだよな。なので慎重に行きたいところ。いった、よし。どう姉ちゃん、どうやら、どうなん。くそ、危なかった。よし、さあ突破。よしよし、で回収して、あとは素材はないかな。物資、素材の類はないかな。廃品回収業、そうだね、そんなにないかな。こっち、ここもない。これはいけないんでしょ。そっちはダメ、見つかっちゃう。すいません、こっちだ。腕平気、痛い。え、何、ここがそのお家なの。レブの、あとヤーラの母ちゃんがいいのかな。こっち、いや違うのかな。でもそうね、なんかノーティー作品にそういったガチガチの宗教おばさんとかってあんま似合わないんだよね。なんで多分そんなにセリフとかないんじゃないかなと思うんだけど。さあここでサプリ、これどうしようかな。より多く爆弾工作、まあこれでしょうね。よし、さあこれで2つ全解除ですね。で次23、狩猟用ピストル、照準中移動速度、次どうしようかな。体力、まあ無難に体力、そうだね、2周目用に体力上げてもいいかな。2周目やるんだったらね。あとは最高難易度グラウンドか、来るとしたら DLC で。グラウンドね、ちなみに戦闘中のチェックポイント場所がね変わってます。ほぼ入んないっていう設計になってんので、さらに聞き耳使えません。でさらに敵の火力アップ、ダメージアップ。なので本当にもう針の穴を通すというか、完璧なプレイがね、求められる。グラウンドは。
完璧に近いプレイ。さて、これがその集落ね。集落にこの爆弾を持った姉ちゃんが来ましたよ。ほら、シューッつってどの家をぶっ飛ばそうかなっつって。ここが家。あ、そこなの。アービー手伝って。ちょい待ってね、他にここら辺ないよな。こういったとこで住んでんだね。ここだけ見るとなんかファンタジーっぽいな。西暦何年ぐらいの暮らしだろうこれって。物資ないか。日本で言ってもこれだいぶ昔だよね。弥生とかそこら辺じゃない。弥生とか飛鳥とか高床式倉庫とかあんな感じじゃない。もらいたかったんだ。なのに母さんが鳴りながら僕を追いかけてきたからやめさせようと思って。だから僕を突き飛ばしたんだ。ねえ、私を見て。レブ、そしたら机に。レブ、やあ、あなたは身を守っただけ。あなたは何も悪くない。もう大丈夫だからね。ここにいたくない。うん、私も。ほら。行こう。ほら。やら、僕が出て行かなきゃ。これがその母ちゃんの最後ね。やっぱりね、そう、なんかノーティー的にね、そういった口論シーンとかってないと思ったからどうなんのかなと思ったら死んでるっていうパターンね。他はないかな、アイテム。まあ教祖なんかもそうなんだけど、もういないっていうことによってなんか一定の深みは出るよね。想像でしか語れないから。行こう。ねえ、何なの？ウルフ。島中にいる。心配いらない。あの方がついてる。ボートに戻るんじゃないの？ううん、戦う音がしたし。あそこだけじゃないでしょ。ヘイブンならたくさんボートがある。そう思ってたとこ。オールドタウンを通って大通りを避けていく。ヘイブンは遠いの？遠いけど、あそこに行くのが一番いいから私についてきて。わかった。これは物資じゃない、馬の蔵ですね。いやー、でこっからさらに雨か。オールドタウン、待って、どこ行った？こっちね。で、水中があるということは使っていけるのかな。隠密ステージ。ああ、ここいいな。ほら、近代的な廃墟ね。よしでね、この正面、これは絶対なんかあるんでしょう。そうそうそう、明るいもんね。さあ、火薬とこれ何の皮かな。鹿かな？でも毛が結構生えてんの。これなんだろうね？何の顔だろう？これは狼ね。この顔なんだろうな。よし。で、サプリと部品と回復。回復はね、別にね、ここだね、マジで求めてない。回復一番使うのはあそこだよ。スナイパーのとこだよ。もうないね。すいません。これは刃物じゃないか。今、爆弾、爆弾作ってもいいかな。二つ。これ作っとこうかな。よし。
って5個、たくさんボンバーしていける。オールドタウン、ここって感染者いんのかな、いないかな。一応ちょっと見てこうか。こういうところ。もう廃墟ね。で、バスがある。大丈夫。疲れてるだけ。やろ。母さんは心から信じてた。そうだね。だったら、なんでこんなことになったの？信じてるからって死なないわけじゃないの。死からは逃れられない。お導きください。さあウルフか、ここで。どうすんだろう。今のところウルフをね殺すっていうシーンなかったんだよね、このアビーが。なかったよね。なのでまあ殺してしまうと同胞殺しになる。あとこのゴミって、これ25年前のゴミかな。マギー、そっちにいる。待ってね。ここはよし、物資がある。コーヒー屋さんこのイラストのな、許さよ。ギャップがいいよね。宗教はそうだね、難しいよな。まあ決して否定するつもりはないんだけどさ、やっぱ理由が必要じゃない。例えばその東日本の震災が起きました、じゃあなんで起きたのとかさ、神様は知ってるけど人間には分かんないっていう。でもね、なんかそれをじゃあ被害者の方の前で言えますかって言われると、自分だったら言えないかな。なんか理由があるんですっていう風に、その自分の信じてる宗教的観点からは理由があるんですっていう、でも分かりませんっていうさ。みんなを置き去りにしていくなんてどうしようもできないよ。分かってる。離れないでね。分かった。これは、あ、スカーか。通りは危険。これは処刑だよね、要は。レバアビア、こっち。待って、遺品ないかな、物資。ああ、連中の馬か。そう、馬すごい持ってたもんね彼ら。わあ、でこういったホテルの中ね。ここはなんかいそうですね語彙力、なんかいそう。あ、これまずいんじゃないの。ん、ほら、いいの？そっち来てないのか。さあ、部品とテープとサプリ。こっちは来ないよね。あ、だよね。あっちの奥に行ったのか。村の方に。ちょうど逆に行ってる。よしよし。なんとか離れられない。平気。逆方向に行くから。そう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 。部品と、あとなんか、雑誌があって、これも25年前の雑誌ね。25年前の本か。そう考えると、なかなか触れる機会ないよね、日常生活で。25年前の雑誌。通りの向こうの路地に。ちょっと待って。よし。ライフル。いいね。武器に関してはもう本当に潤ってきてる。いらないぐらいに。十分すぎるほど。アビー、手伝ってくれる？この奥ね。この金網抜けてそっちか。じゃあそうですね。すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦断りにして。
で、次回ですね、この金網抜けて、さらにこの島から脱出かな、これを目指して進んでいきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ラスト2でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。